玉県川越市から来ましたユザンと申します。埼玉県浦和市から来ましたマバナと申します。今の自分に対してちょっと太りすぎだなって思いますね。ちょっと甘ったれてる部分はあると思うんですよ。だから甘えてんだ。甘ったれてるなって思うんですよね。何に対して甘いの？まあ自分にちょっと甘い。ああ、だから今日も遅刻したんです。まあ一応ドラマですけど曲も作るしいろんなことやるからジャンル分けもできないっていうのが逆にいいことなのかなっていう。昔はなんかこれだけ一個のことに絞れって言われたんですけど、僕はそういうのがなんか苦手なタイプらしく、いろんなところに手出しちゃうんで。なるべく大盛り無料って書いてあっても大盛りにしないようにっていうのを心がけてるかな。あと酔っ払って余計なことをいっぱい話さないようにしようとは思ってます。本当にね、口は災いのもとだよ。じゃあパパナです、よろしくお願いします。みたいな、なんかしようって決めるけど全然守れないから、もうモットーとか持たないようにしてます。謙虚にでも厳しくみたいな。本当におかげさまですって言ってればなんかいい感じに回るだろうみたいな感じもあるよね。ちょっと作戦的にやることはありますけどだよね。だいたいでもそういう時うまくいかないんですよ。あ、そうなんだ、うん、なんかこう自然体で謙虚になってる時が一番いいんですけど。そうなんだ、だんだんでも自然体な謙虚な感じを出すのがまたうまくなってきてる。僕が弾きたいぐらいですよ、そんなの。音楽ってなんだろうね。まあ音楽はなんか楽しい趣味ですよ、僕にとっては。ミュージシャンって結局仕事とはいえこう遊んでるに等しいじゃないですか、うん、でも世の中で言ったらやっぱりそうじゃない人とかもいるわけで、仕事というものがこうちょっとこう苦になって出る人も多分いると思うんですよ。だからそういう人たちに比べたらちょっとやっぱ俺イケてるなって思う。いやいやいや、今なんですか、ありがたみを持って皆さんにいい音楽を届けるっていう。あ、別に、うんね、煮詰まっても苦痛じゃないもんね、全くね。そうですね。将来の夢ってもう夢もへったくりもない年齢ですよ。35ですよ僕。死ぬ時はやっぱ一人では死にたくないですね。誰か別の人に見取られたい、見取られてから死にたいですね。暗いね、なんかね、将来の夢は孤独死をしない。ツイッターに書いて、いやいやいや、ママナ君がインタビューを受けて将来の夢を聞かれたら孤独死をしたくないって言ってる。いや本当、でもミュージシャンやっぱ多いじゃないですか、なんか彼には何があったんだろうってみんな思うよ。埼玉。